では、自作ゲームを、まあ今週仕事を金曜日終わったので、ちょっとの、時間の短い自由時間を使って、自作ゲームをプレイしたいと思います。じゃあ、今回はタイトルの通りタイプ4っていう、武器ですね。それを選んでプレイしたいと思います。で、タイプ4っていうのはこのスタンダードっていうのを選んで、一番下の武器、まあ、グラ2の4番装備ですね、と同じで、で、このエディットもあって、まあ、これはグラスリーのエディット装備か。それ使って、まあ、武器を選ぶんですけども、ちょっとレーザーの一番下のリフレクティングレーザーって、これは R タイプの反射レーザーみたいなものなんですけど、ちょっと強すぎて、あんまりこうちょっと強すぎると、なんだろう、この武器しか選べなくなる、まあゴグパラロで言うと、なんだっけ、こいつみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとなんかこの辺は反射レーザー、ちょっともう一回改めて武器どうしようか見直そうかなと思います。じゃあ一番下ので、シールドとフォースフィールドあるんですけども、シールドはあんまめったに使わないですね。はい。じゃあプレイして、あ、いきなり青カップ。これは JavaScript のマスランダムっていう関数使って、赤と青のこう振り分けをしてるんですけど、0.1以下だったら青カプセルっていう風にしてるんですけどね。結構青カプセルが引っかかるというか、連続で引っかかる時もあるんで、あ、やべ、間違えてスピード取りすぎてたよ。ああ、まあいいや。で、今これまあブラウザーで、そもそもこれは Windows 11の OS で、Edge っていうブラウザーですね。で、コントローラーは、8bit do っていうアーケードスティック版のやつですかね。それを使ってプレイをしています。で、ステージ1は、この砂ステージ、砂漠ステージですね。砂漠からこういう風に竜が飛んできて、で、まあ竜を避けたり攻撃したり、で、竜が吐き出す弾を撃ったり、で、まあ吐き出す弾の中に、まあこういった赤カプセルが出て、で、それを取ってパワーアップする。ちょっとスピード速すぎだな、これ。完全に操作ミスですね。ああ、また青カプセル。で、リップレーザー取ったかな。これ、まあ、4番装備っていう体で、選択してるんですけど、この4番装備って一応、色設定もしてまして、まあ、この前、
放送した、なんだっけ、スプレッドボムか。あれも赤色だったんですけど、これも赤色ベースで、フォースフィールドを取ると赤色のフォースフィールドが表示される。で、今これ一面のボスですね。はい、クリアです。スピード速いなぁ。ちょっとどこかでやられそうな気がするんですけど、まあこのままプレイしちゃいましょう。いつもだとだいたいマックスで3速とかなんですけど、これ多分今4速ぐらいかなぁ。はい、オプションを装備。どうしようかな、オプションにしようか。で、オプション用のくで最大ですね。でこれはあの石のステージで、グラツの3面ステージのような感じで、最初大きい石がこう突進してきて、でそれを破壊すると小さい、あ、まあね、スピード速いからそうなっちゃうよな。あー、なんかこれ終わりそうだな。お、まだ途中プレイをまともにやったことがないんで、進められるかわかんない。あー、絶対こ、破壊すると分裂しちゃうんで、この石がですね、なんでこの石をなるべくショットせずに避けていくと。はい、終了です。じゃあもう一回やり直そう。もう一回4番通り。自分で作ってて意外にこれ難しいなーって今は思った、はい、でステージ1ですね。まあ、このゲームは、まあ、最初は JavaScript でチクチクと書いたんですけども、やっぱまあソースコード量、これだけの、まあ、ゲームにここまで仕立てるとですね、やっぱり JavaScript だけでは限界があって、でまあ、もともと僕自身 Web 系の、まあ、開発をもう社会人になってからずっと続けていて、でまあ最近ではなんか、最近でもないか、まあフレームワークを使ったまあ案件っていうか、まあ、ナクストとかビューとか、あとリアクとか、そういうのも、まあ、なかなか実務においては触れる機会がなくって、まあそういうところもちゃんと自分で学習していかなきゃいけないかなと思って、でまあこのゲーム自体はリアクトか、リアクトなんですけど、まあ、なんだろう、もう HTML のドムなんかほとんどない、あってないような感じで、もうこの今画面にあるゲームのやつ、これキャンバスなんだけど、これをなんかリアクトでドムで生成してるだけなんで、でもうこのキャンバスにあるこういったもうキャラクターとかそういったものがもうメインっていうか、ソースのもう9割以上はまあキャンバスのソースですね。はい、
で、そのステージ、この今やってるステージですね。で、その編集するツールを作っていて、まあ、何かっていうか、こういった敵の配置とかを調整したりするツールを、まあ、もともとはビュー2かで作ったやつがあるんですけど、まあそれ JavaScript なんですけどね、まあ、やっぱ JavaScript だとやっぱり型定義がないのがやっぱちょっと辛いなと思ってですね。で、TypeScript に今TypeScript で Next3 ですね。今 RC6 になったのかな。それで今実装してる。まあJS View2 で作ってたのからまあリファクタリングしてる感じですね。さあ、リベンジですね。これがさっきっていうか前回はちょっとスピードが速すぎてコントロールできない、コントロールは操作誤ったりしてたんで、ちょっと今回は今これは2速ぐらいかな。あ、これで今3速にしました。やっぱり4番装備はなんだろう、便利なんだけど攻撃力が他の装備に比べて弱いです、ね、やっぱ前回あの2番装備のあのスプレッドボムがすごい良い、まあそのおかげでその装備でやった配信では2周目の10あごめん 9面か9面までなんか今もこれ押されてる感がありますね。なんかでもしょうがない。はい、ボスですね。石をモチーフにしたボスで、あのこれらのデザイン一応全部自分でドット絵という感じでドット絵で描いてるんですけど、まあ解像度がこれ 1000×500 ピクセル なんで、もうドットかどうかが分かりづらい感じですけど、まあ、あの iPad のでメリバンペイントっていうアプリがあって、あれがまあその何ですか、鉛筆ツールみたいなのがあって、それでドット絵が描けるんで、まあこういったデザインとかは全部そのメリバンペイントで実装してますね。で、これ3面で、まあ火山ステージになります。まだテイルガンはいいかな。あ、クラッチだ。今これプレイしてるマシンがまあもともとそのなんですか、デジタルサイネージ用なのか、まあすごい小型 PC なんですね。で、まあハードディスクじゃなくて SSD だと思うんですけど、あの排熱機能、機構がなくってですね。で、こういう暑い日とかになるともう触るのが大変なぐらい暑くなってですね。それで今、こういう風に遅くなっ
ってるんですよね。まあしょうがないっていうか、まあ逆に遅いんで、攻撃攻略しやすいのはありますね。一応これ、お、連続で青。一応これ、この Windows 以外にも、まあ Mac でもできますし、Safari、Mac の Safari と Chrome できますし、あと、iPhone、iPad もできます。あ、なんかやばい。だいぶ、やばい状態になってる気が、あ、でも、あ、こういう時 2A は便利ですね。これは中ボスですね。大量に出てくる敵は、まあ、ちょっと硬い敵ではあるんですけど、まあ、こういうフル装備であればもう今のような感じでとにかく打ち続ければ、まあ、問題ないかな。で、3ボスですね。まあ、前回は反射レーザーをこうかわしてゲーム攻略したり、今回はちょっと攻撃してみます。こうやってレーザーを乱射するんですけど、あ、1個食らってますけど、まあそんなにレーザーのスピードは速くないんで、あと何ですか、衝突判定もちゃんと見た目に沿った判定にするんで、そんなに難しくないんじゃないかなと。まあまあ現にこうやってクリアしましたからね。じゃあバリアを張り替えて、次はモマイ、モアイじゃないですよ、モマイですね。モマイと称してます。モマイと称してるんですけど、まあ見た目はモアイ。で、その対応端末が一応、あと何だっけ、 Mac でいって、あ、あと iPhone、iPad もまあ最新 OS を前提であるんですけど、まあ対応しています。で、iOS のサファリがなんかメジャーアップデートするたびになんかコロコロ仕様が変わって、で、なんだっけな、このサファリのブラウザーでプレイするときに、最初はすごい重い、アドレスバーとかなかったんですね。これ iPhone を横に倒した時に、なんだっけ、ランドスケープモードって言ってるんですけど、その iOS14 の時はランドスケープモードをした時にそのアドレスバーが表示しなかったんですね。だからこれ、いや、まあ、全画面表示でこのゲームをプレイできたんですけど、なんか iOS15 になったらなんか突然横にしたら、まあアドレスバーが消えなくなったっていうか、アドレスバーを小さくするやり方、小さいっていうのは高さですね。高さをなくするというか、そ
そういうやり方はあるんですけど、消えないんですよね。だからそのサファリだったら、なんですか、なんかホーム画面に書き出すとかいうメニューがあって、でまあそのホーム画面にまあこの URL を書き出した状態でまあプレイすることはできる。でそれをプレイすると、まあアドレスバーが表示されずにこのゲームがプレイできるっていう感じなんで、なんか急に仕様が変わる。でこれ前も iOS13 だったか何だったかでそういうのがあって、だからなんか iOS のサファリは好きじゃないんですよね。で今度もう秋になったら iOS16 が出るんで、まあまたそれの動向をまあ見守るというか、どうすればいいか。あ、もう気づいたら待望のメニューになりました。細胞面はいきなりこうやってですね、細胞壁と触手をこうくぐり抜けないといけない、やや難易度が高めなあのステージに、お、すり抜けられた。これなんかバグ？ちょっとまあスルーしましょう。でフィールドを張り替えて、はい、でさっきのサファリ、 iOS サファリのバージョンの話で言うと、さっきそのホーム画面に書き出す話したんですけど、何だったっけな、その書き出した時になんかベーシック認証がうまくいかない、なんか急にベーシック認証を しくじった状態のままになってしまって、でそうなるともう、あ、それ真っ白な画面で、なんか、オーサライテーションエラーみたいな画面のまま、何にもできないっていう状態になって、さすがにそれはまずいなと思って、で、今これ、ウェブサーバーで NGX を使ってるんですけど、で、その NGX で、認証失敗した時の画面を作ってですね、で、まあ、認証して、この画面、この、あ、やっちまった。受けられるか。そうなんですよね。細胞壁が復活した瞬間は、いや、そうなんですよね。描画が、タイミングがちょっと後なんですよね。今の実装は。これ直すか。なんかシビアな操作。なんだろう、この端ギリギリとか。こう進みたい時とかはやっぱ、なんだろう、細胞壁が復活した瞬間ってまだ描画してないんだけど当たってんじゃんみたいな、よくないな。これはちょっと修正します。はい、で
こいつは、あ、これはダメかな。あ、いけた。よし。要は、このなんか、ブルブルしてるやつが細胞を吐き出して、で、こいつを撃つと大きくなるんですよね。あ、こういう感じ。あ、ちょっと地味ですけど。まあ、これよりももうちょ、一回り大きくなって、で、さらに攻撃すると消えるっていう。まあ、こういう、なんですか。やられた後に、こう多分、まともに戦おうとすると、もう多分、なんですか、これだけの敵を、一応時給を見て、進んでいくんで、さすがに打ち負けしちゃうよなとか思って。まあ、こういう攻略法で、進んでいく感じですね。よいしょ。よし。で、オプション装備と。はい。次は、炎のステージ。で、なんだっけ。あ、その、エンジン X か。その、認証エラーした後に、まあ、リロードするボタンを作って、で、認証するボタンを使って、まあ、その、このゲームをプレイできるようにしたんですけど、これが、その、iOS15、まあ、iPadOS もそうなんです。今までそういうのなかったんですね。必ず認証画面が出て、で、ちゃんと認証を通ったら、あのゲームに入れる状態にしたんで、だから、なんていうんですかね、言い方があれかもしんないですけど、IE6 みたいな、完全に思えちゃうんですよね。でも IE とかってなんだろう、スタイルなんか CSS とか JS で結構苦労する、まあ僕の印象なんですけど、今回のこの iOS15 のサファリはなんかそのなんていうんですか、エンジン X までいじんないと全処できないぐらいの状態になっている。こっちの方がタッチ悪いんじゃねえかなというふうに思ったりしたんですけどね。だからまあ今度の iOS16 のサファリでちょっとどうなるかもう不安ではあるんですけど、まあなかなか仕様が安定しないブラウザーですね。MacOS のサファリは、なんか、まあ、このゲームにおいては、まあ、そこまで、なんか、なんですか、エンジン X で画面調整しなきゃいけないとか、そういうことは今んとこないかなっていう。このボスは、胴体の前後にこう頭がついてて、で、それを破壊するんですけど、この口から吐き出す火の玉がですね、最初こういう感じで、一定時間経つと16方向にこう分散するんで、こういうフォースフィールドとかがないとちょっと大変かもしれないですね。一応時給を見て、まあ、なんすか、いつも都度16方向ってわけではないんで、そういう風に調整はしてるんですけど、
さあ、いよいよ問題のステージに、火のステージです。まあ、なんだろう、スピードに、このスクロールスピードが速いんで、まあ、そんなに難しくないかなとは思うけど、次の、これですね、こいつがもう、話にな、ほらね、そうなるんだよな。あれ？なんか敵いなかった？今。ああ、なんか思い当たる節があるかもしれない。あ、やべ。やられた後の予備パワーカプセルがないや。ああ、ギリで来る。やめて。来い。よし、これで大丈夫でしょう。で、ちょっとだんだんとこうやって積み重ねて、もう木のブロックが来ないようにしておけば大丈夫。よし。あ、これは通過すか。もうちょっと。あー、危ねー。よし、もうこれで。よし、あ、もうこれで大丈夫ですね。うん、今回はそんなに難しくなかった。うん、こういう感じで、こう、突進してくる木をこう防御する感じで。ちなみにこの木にある緑は一応、なんか苔みたいな、イメージで描いてます。うん、順調だった。なんか前配信した時3期4期ぐらいやられてた気がする。でもここはちょっと気を抜けないんで、これあんま結構吐き出していて、でこれ、たまに当たると、またさっきの場所に戻るっていう。で、またあのさっきの木のやつ。あ、ちょっとこれや、これ。おー、ナイス、ナイス、ナイス。また木の突進シーンに、こう、また遭遇させられるの嫌なんで。まあ、オプション1個あれば、このボス倒せると思うんだよな。どうだろう。あぶねえ。ちょっと弾の出が多すぎだよな、これ。ちょっと、怖いな。まあでも、ステージがかなり進んでるんで、まあこれぐらいの緊張感があってもいいんじゃないかな、とは思う。さあ、どうだろう。なかなか壁が耐久性がすごいある。あ、自爆モードに入りました。いやー、まあでも、ほい、よし、うん、まずは最初の難関を超えました。で、ボスラッシュです。なかなか、よし、
よし、いい感じか。あ、オプションは3つか。まあいいや、いけるでしょう。まあ、ビッグコアもどきの敵ですね、ボスですね。ちょっと地味ですけど、やっぱりこのゲームって解像度、まあ、横の解像度が広いんで、今こうやって出てくるレーザーあるんですけど、ちょっと時間経つとこう加速していくみたいな感じで、やっぱボス1体でこの画面だとやっぱちっちゃく見えるのかな。まあ、その分倒しやすいですけどね。でこれがまたマーク2ですね。はい、いやー、これがあるんだよな。そうなんすよね。これ倒す、あれやばい。あー、テイルガン、まあ、ちょっと死ぬ、ダメだ。うわー、そうなんすよ。あれ、倒すタイミング悪いと、あんな感じになってですね。そうそう、これ、こういう感じで、青カプセルが出た時に、まあ、いいか。青カプセルが、結構まあ、いい感じの確率でこう登場してくるんで、そうするとその赤い敵のを一気にやっつけて、もう一気にカプセル取れるっていう戦法で行きたかったんですけど、さっきのやつは珍しく青が出てこなかったんで、でしかも時期のショットをかなりこう外されたのもあったんで、運が悪かった。ずっとマウス見えたんだ。あ、失礼しました。このリプルレーザーのロジックって、まあ、実装のヒントになったのが、あのグラスリーで、あの当たり判定表示が今明け赤でこう表示されるんですけど、あれがヒントになって、うおー、怖い。そうなんですよ、これワインダーするんで、後ろに行ったらもう無理でしょうね。回避できないでしょうね。さあ、最後。危なかったなぁ、さっきのやつ。さっき何話したか。
あのワインダーでちょっと忘れてしまう。あ、リップルか。なんだっけな、まあこういう当たり判定ない時っていうか、当たらない時はまあこの表示、見た目の大きさで当たり判定でするん、当たり範囲かセットしてるんですけど、例えばなんか衝突する壁とか、あと敵の何ですか、硬い敵とか、あれに当たった時の状態っていうのが、グラスリーを見た時に、あ、こういう仕掛けなんだみたいな、なんか3段階あるみたいですね。上と真ん中と下でこう分けられてて、で上に、上とかまたはこう下に当たった場合、その何やってんだよ、その上とかその下に当たっても両側したまま、ではまだリップルは通過したままで、通過したままで、で例えば下だったら上と真ん中だけまだ当たり判定を残すっていうか、うん、ちょっとうまい説明じゃないんであれですけど、まあでもそういう感じの状態が分かって、でそういう風に実装したんですよね。まあだからよく考えてるよなとか思って、だいたいなんか何かしらのこう壁に当たったらもう消えちゃうっていうのが普通はそう思うんですけど、まあこのグラディウス、まあサラマンダも含め、あ、何やってんだよもう。よし。あ、おい。難しくないんで、弾は撃ってくるんですけど、まあ気をつければいい、避ければいいんだけど、いつまであの大量に吐き出した敵を登場させるんだみたいなやつ系でさ、もう死に抜けパターンですね。あー、後ろに行けないのか、あれ。あ、やばい、これクリアできんな。もう今回はもうゲームオーバーになったらもう終了です、終了します。時間がないんで、うーん、あー、やっぱ 2way ないときついな。あ、やべ、死ぬ、あ、死ぬと思った。いやー、まあいいですけどね、最終ステージだし、簡単にクリアされたらそれはそれで困るんで、あー、ちょー、あのダッカーがなんか変な、あー、玉田さん、よし、ナイス。じゃねーよー、もうこれ足に抜けしました。もう残りないっすね。
うわこれはいけるか。まずは2ウェイ、あやべスピード取りすぎだ。さあ青カプセル、よし、あなんとかクリアはできるかも。ちょっとここであれですね、レーザー取れば、あ楽だな、リプルレーザーこういう時は便利だな。こういう感じで壁に関してはちゃんと、まああんまりシビアにはしてないですね。まあ要は通過するような、こうこんな感じで壁をすり抜けてる感じですね、見た目が。まあこういう感じでちょっとタイムアウトするのをこう耐えるというか、うん、今真ん中のコアを破壊したんですけど、このリップルもこういう感じでちゃんとコアに当たるように実装して、いるんで、最初それを知らなかった時はどうしてもやっぱりこう狭い空間をこう何ですか、抜けることができなくって、どうやったらできるんだろうみたいな。もうそろそろ自爆する頃だと、一応これ最後の、まあ、ボスです。で自爆タイマー結構長めに撮ってるんで、あ終わりました、はいクリアできました、はいもうこれですり抜けできます。もうゲームクリアの演出とかもう作れないですね、もうゲームで精一杯、もう設計とか考えたくないなっていう、はい。さあ2周目、もうでももう一気もないんで、でこれは8万点エブリーなんで、なんか、あしかもこういう時には青カプセルが大量に出てくるからパワーアップできない。でおお今打ち返しあるんですね、こいつは。まずはオプションかな、で次ヘルガンがいいかな、どうだろう。やっぱ打ち返しの弾が結構多いんで、まあやっぱなんだろう、うかつにこう、なんだろう、豪快に進められないっていうか、うん。さあ、いっぱい赤玉を取りたいが、おー、また、これを打っちゃった。おー、よし、ナイスナイスナイス。危なかったな、今。まあ処理が重い、あぶね、処理が重いですね。もうマシン、 Windows マシンもかなり熱い状態なんで、もうなんすかね、 CPU もかなり制限させられてる、そんな感じですかね。
くっそー、なんであんなとこ、なんか迷っちゃった。迷ってしまった。まあでも3位か。まあこれ、ローカルストレージに、このエッジの、ローカルストレージに保存してるのを、まあ今回トップ10入れば、まあ更新するような仕掛けになってます。まあ終了でかな。で、一応、ちょっとですね、このスペシャルスタートだって、さっき僕2周目のステージ1でやられちゃったんですけど、まあこういう感じでスペシャルモードであれば、レベル難易度を調整したり、ステージを選択することができるんで、まあさっきここで死んだんで、ちょっとここでもう一回、まあ一応こういう機能も入れましたよ。これ先月実装したんですよね、難易度とステージ選択を。もう打ち返し弾が来てるんで、もう2周目の状態からプレイができる。まあスコアはね、さすがにゼロからスタートですけど、ヘルガンがいいかもな。上下左右に攻撃でき、おお、怖い。おお、今なんか当たったと思った。あぶね。この縦スクロールする実況もすげえ大変だったんですよね。だいたいこういうゲームの、なんですかね、作り方ってロジックって載ってないんですよね。だから自分独自でこう考えたっていうか、そういうサイト、まあ、ないよな、こういうのはな。まあ、いろいろ調べて、自分の中では、まあ、時期がこういう感じで、こういう状態から上に行ったら、スクロール Y の位置、 Y って定義してるんですけど、 Y の位置を変える、調整するみたいな、もうそういう風にいろいろ考えた結果、そこに帰結したっていう感じですね。よし。意外にいけるな。グラフリーの2周目入ったらもうステージ1やばいっすよね。あれ絶対、なんすか、初
初期状態の装備からじゃ絶対進められないよなとか思って。あーカップル逃した。よし、ここ破壊しろ。よし、オッケー。あ、そうなるか。あーやべ、まあ本家のゲームでもそうやってね、打ち返し打って、そのなんですか、打ち返した瞬間、打ち返し後の瞬間にやられるみたいな、そんなまあばっかだな。はい、じゃあこれで終了。あ、これゲームオーバーなんですけど、さっきトップ10に入ったんで、あのランキングが表示されたんですけども、さすがに3万点なんで、まあトップ10に入れなければもう普通のゲームオーバーの表示で終わると。じゃあ分にして、初期装備に、あ、ごめんなさい、初期画面に戻りましたと。はい、ちょうど7月22日787,100点というのが更新されました。はい、ちょっとこの後またナクストで、さっきのあのステージエディッターって言ってるんですけども、ナクスト3で開発してるやつをちょっとコードを書いてもう寝ようかなと思います。じゃあ今日はこれで配信終了します。ご視聴ありがとうございました。